ルキウスティベリウスはアーサー王伝説に登場する架空のローマ皇帝。ジェフリー・オブ・モンマスのブリタニア列王氏が最初に彼が登場する文献である。実際にルキウスティベリウスという名のローマ皇帝は実在しないため、ジェフリーは彼のことを民間伝承などで耳にしたか、あるいは自分で作り上げたと思われる。歴史家のジェフリー・アッシュ・ワルキウスは グリケリウスを起源にしていると推理した。このグリケリウス、グリスリスの綴りが、ブリタニア列王子以前の文献で誤って、ルシリアスと表記され、ジェフリーがさらにこれを間違って表記した、というのである。また、ルキウス・ティベリウスは、帝国の西側にローマの派遣を、再び確立しようとした、ティベリウス2世を元にした可能性もある。後、ルキウスは、トマス・マロリーの、 アーサー王の死やアーサー王の死のトインシなどの英文学にも姿を現し、フランスのルフボンの物語群においてもローマ皇帝はアーサー王に敗北するキャラクターになっている。ルキウスは彼に反逆した古民館フロロからガリアを取り返すために戦い、その時にアーサー王が出陣している。アーサー王がガリアを征服すると彼の活躍がローマにまで知られることになり、 ルキウスはアーサー王に対して貢ぎ物を要求し、また自分を主君と認めるように求めた。アーサー王がこの要求を拒否すると、ルキウスは大陸にあるアーサー王の同盟国を攻撃する。アーサー王と彼に仕える騎士たちは、急いでイギリス海峡を横断し、ルキウスと交戦する。アーサーはルキウスを打ちまかし、 イタリアを領土に加えるのだった。ありがとうございます。